工場大学工学部宇宙航空システム工学科航空操縦学専攻。東工キャンパスはジェット機の轟音を聞きながら訓練できる最高の環境です。今日は訓練生が初めての単独飛行ソロフライトに挑戦する大事な日と聞いてやってきました。早速突撃したいと思います。初めてのソロフライトは指導教官が横に立って確認し、問題ないと判断されればこのままフライトに出るそうです。到着するといたしました。教官とのフライトから訓練生が無事戻ってきたようです。さて結果はどうでしょうか。教官からの許可が降りたようです。初のソロフライト楽しみですね。パンダ旅行です。現地に着きました。ソロ出してください。はい、空港1了解しました。ソロ発進させます。ただいま無線で OK が出たそうです。ソロフライトに向けて後輩や同期が温かく見守っています。今ソロフライトした訓練生が着陸しました。今からこちらへ戻ってきて節目のセレモニー水かけが行われます。初フライトを見ていかがでしたか。何回やってもドキドキしますね。まあ、私自身がドキドキします。まあ、皆さんとよくコミュニケーションが取れて信頼されるパイロットになってほしいなと。すごいです。伝えます。はい。はい。おめでとうございます。初フライトいかがでしたか。緊張しましたけど、はい、設置した瞬間ホッとして楽しかったです。本当にお疲れ様でした。エアラインパイロットにとって人生で初めてのソロフライトは特別なものだそうです。この感動を忘れずに厳しい訓練にも取り組んでほしいですね。